ユージン・ポール・ウィグナー、1902年11月17日、ブダペストから1995年1月1日プリンストンは、ハンガリー出身の物理学者、ユダヤ系。原子核と素粒子の理論における対称性の発見により1963年、ノーベル物理学賞受賞。ユージン・ウィグナー・ウェルナー・ハイゼンベルグ、ユージーン・ウィグナー、ブダペスト工科経済大学。 ベルリン工科専門大学で学ぶ。1926年、ベルリン工科専門大学助教授に就任、カイザービルヘルム物理科学研究所の研究員を兼任した。ナチスドイツがヨーロッパに勢力を広げるのに伴い、ユダヤ系であることから迫害を逃れて、アメリカ合衆国に亡命した。1936年に、ウィスコンシン大学で物理学の教授、 1938年から1971年までプリンストン大学で数学の教授を務めた。同じハンガリー出身のレオ・シラードやエドワード・テラーらとナチスドイツによる原子爆弾開発の危険性をアメリカ政府に訴える活動に関わる。アメリカの原爆開発のきっかけとなったアインシュタイン名による大統領宛て書簡の起草にもシラードやテラーと共に携わった。 原爆開発の万タ体計画がスタートすると、そのメンバーとなる。晩年のウィグナーはシラードについて、科学者としての能力と人間性について、辛辣ながらも、情愛のこもった見解を述べている。1953年に、国際理論物理学会、東京京都で来日している。晩年には、哲学的な傾向を深めた。中でも、 1960年に公開された講演録、自然科学における数学の理不尽な有効性は有名であり、分野を超えて多くの二次文献が生まれた。ウィックナーの妹マーギットは、兄との食事の席にディラックを招いたのが縁で、後にディラックの妻となった。うち総七、科学者の責任を考えるために、大学の物理教育98、4から8、 1998年11月15日、ありがとうございます。